バイキングの公開緑色は、バイキングの居住地、青線は、経路、数字は、到達年。黒海やカスピ海、北アメリカ大陸のニューファンドランド島にも、到達しているバイキングとは、バイキング時代と呼ばれる、約250年間に、西ヨーロッパ沿海部を侵略したスカンディナビア、バルト海沿岸地域の武装船団を指す言葉。また、バイキングという故障の語源は、 スカンジナビア半島一帯に点在するフィヨルドのことをビークと呼んだため、そのビークの人々を指してバイキングと呼ぶようになったと考えられている。彼らは北方系ゲルマン人でゲルマン民族移動の時代には南下により西ヨーロッパとより近く接触するようになったが、9世紀に入って侵略などを活発化させた。後の研究の進展によりバイキングはその時代に スカンディナビア半島、バルト海沿岸に住んでいた人々全体を指す言葉に変容した。そういった観点からは、ノルマン人とも呼ばれる、中世ヨーロッパの歴史に大きな影響を残した。西洋生活様式と思想では、個人主義がバイキングのイデオロギーから影響を受けている。通俗的なイメージでは、バイキングは海賊や略奪、植民のイメージが強かった。しかし、 ノルウェーの考古学者であるヘイエルダールが述べたように、実際には略奪経済を制御としていたのではなく、個人においては農民であり、漁民であった。また、バイキングたちの収益の大部分が公益によるものだったと言われている。この事実から、バイキングたちにとっても、後悔の主たる目的は公益であり、略奪の方がむしろ例外的なものだったと考えられる。金になる。 ブリテン諸島、イベリア半島、イタリア半島、バルカン半島、ヨーロッパロシア、スカンディナビア半島、北アフリカ、西アジアとの交易路。例えば、バリアーグからギリシアへの道で、コンスタンティノープルとの貿易、バイキングの通称路である。コノルド語、バイキングは、コノルド語、VK は1、イリエ、フィヨルドを意味する。また、サーガやエッタなどに、 バイキングに行くという表現が見られるところから探検、後悔、略奪などを意味するのではないかという解釈がある。どうして彼らが生きがいへと進出したのかについては、下記のような学説がある。バイキングによる拡大と進行は中性温暖期に始まり、商標が記に収束しているが、その直接的なきっかけは不明であり、いくつかの説が存在する。キリスト教と 宗教的対立、編集バイキング時代の始まりとされる、リンディス・ファーンの蹂躙は、カール大帝による、ザクセン戦争、すなわち、キリスト教徒による、異教徒に対する戦争と時期を同じくする。歴史家のルドルフ・シミックとブルーノ・デュマジールは、バイキングによる攻撃は、同社会におけるキリスト教の広まりに対する、反撃ではないかと位置づけている。ルドルフ・シミック教授は、 初期のバイキングの活動がカール大帝の統治時代と時を同じくするのは偶然ではないと分析する。カール大帝はキリスト教を掲げ信仰と拡大を繰り返して、またキリスト教の浸透はスカンディナビアにおいて問題化していて、ノルウェーではそれが原因で一世紀にわたり深刻な対立が生じていた。通称貿易面ではスカンディナビア人は キリスト教徒による不平等な条件の押し付けで苦しんでいたことが判明している。名誉をもんじ、名誉が汚された場合は近隣を襲撃することを、厭わない文化において、上記のような原因で外国を襲撃することは考えられる。技術的優位性からの富を求めた侵略、編集バイキングは通称、貿易漁業としていた民族である。そのため、 バイキングは中世ヨーロッパが未だ暗黒時代とされる頃から東、アジア、中東とも交流を行い、公開術だけではなく地理的な知識、工業的な技術、軍事的な技術も周辺のヨーロッパ諸国を凌駕するようになった。その結果、富を求め近隣諸国を侵略していったとされるものである。史実に近い形で描かれたバイキング。 ただしここに描かれている人物は、ノブゴロドコウ流陸であり、反伝説的な人物であることには留意されたい。バイキング戦士の格好は、同時代の西欧の騎士と同様の、頭部を覆う兜とチェンメールが一般的であった。丸立てと大型の斧が、バイキングの装備の特徴となる。ノルウェーの10世紀の遺跡から出土した兜は、目の周りにメガネ状の覆いがついていたが、 格上の装飾品は見当たらない。むしろ同時代の西欧の騎士の兜が動物や怪物を模した不可的な衣装を施す例があったのに対し、バイキングの兜は不可的な衣装は乏しいと言える。俗長クラスは出荷までのチェーンメールを身につけたが、一般のバイキングは膝上20センチメートル程度のものを身につけていた。バイキングとノルマン人の定義には曖昧なものがあり。 厳密な区分ができないが、バイキングのチェンメールは国鉄色、ノルマン人のチェンメールは銀白色といった区分をする場合があり、アイルランド語ではバイキングノルマン人をロッホランナフホ、つまり白と黒と呼んでいた。ノルマン人と呼ばれる時代には水滴上で花を防御する突起のついた兜が普及した。一体形成で衣装はさらに単純なものとなり、 ノルマンヘルムと呼ばれた。これは、ノルマン人以外の西王の騎士の間にも普及し、初期十字軍の騎士の一般的な装備ともなっている。ステレオタイプなバイキング一般に、角のついた兜と毛皮のベストといった服装が、バイキングの服装のステレオタイプとして知られている。しかしこれは、史実ではなく、当時のバイキングの遺跡からは、このような兜は出土していない。 角のついた兜は古代ローマ時代にローマと敵対したケルト人の風俗が後世になってバイキングの風俗として家電されたものである。なおかつケルト人は数多くの部族に分かれていた集団であり、兜の異常は様々であり、角のついた兜はその中の一種類に過ぎず、さらに兜を被むることができたのは一部の部族長クラスに限られる。 バイキングは広く金髪であるというイメージを持たれている。実際には多くのバイキングは茶色い髪を持ち、スカンディナビア出身者以外の遺伝子の影響も大きく、血統内にはアジアや南欧由来の遺伝子も存在した。大セベリ戦詳細は、バイキング戦を参照バイキングは、ロングシップと呼ばれる喫水の浅く、細長い船を操った。ロングシップは概要では搬送もできたが、 多数のオールによって漕ぐこともでき、水深の浅い河川にでも侵入できた。また陸上では船を引っ張って移動することもあり、バイキングがどこを襲撃するかを予想するのは難しかった。まさに進出鬼没と言える。このため、アングロサクソン人小王国や大陸のフランク王国も手の打ちようがなく、バイキングの襲撃を阻止することはできず、甚大な被害を受けることになる。 戦闘に主に用いられた。ロングシップのほか戦闘にも貿易にも使用できたと考えられている。クナールなど、バイキングは何種類かの船を併用していた。バイキング船については、オスロシビグドイ地区にあるバイキング船博物館、及び、デンマークのロスキレにあるバイキング船博物館が、中心となって研究が行われている。また、バイキングには、船を服装にする慣習があり、 ノルウェーベストフォール県トンスベルグ近郊の大背びり農場のフンキューボで見つかった大背びり船や同じくノルウェーのベストフォール県サンデフィヨルドのクスタ、農場フンキューボで見つかったクスタ船などいくつかの船が完全な形で発掘されバイキング船の研究に大きな役割を果たしたオスロのバイキング船博物館には大背びり船及び極下船トゥーネ船が展示されている バイキングは通常の商業も活発に行っており、ユトランド半島東岸のヘイゼビューやスウェーデンのビルカは商業拠点として栄えた。ビルカからの交易ルートはルーシュの地を経て東ローマ帝国やイスラム帝国へと出る、いわゆるバリアーグからギリシアへの道によって東方世界とつながっており、9世紀のイスラムディレム、 リンデスファーン修道院の廃墟西暦700年代末頃からバイキング集団はブリテン諸島やフリースラントへの略奪を始めたがこの頃には季節の終わりには故郷へと戻っていた本格的なバイキングの時代が始まるのは793年の北部イングランドのリンデスファーン修道院襲撃からとされる以後795年には ヘブリディーズ諸島のアイオナ修道院を略奪し、北海沿岸を襲撃していくようになった。だが、旧世紀半ばからは、西ヨーロッパに越冬地を設営して、さらなる略奪作戦のための基地とするようになった。いくつかの場合、これらの越冬地は永続的な定住地となっていった。中世初期の文献資料は、バイキングに敵意を持つ西欧人の記した記録や伝承記が多い。 中世の聖王人にとって、ノルマン人とペストはに大脅威だったのである。793年、ノルマン人と思われる一団によって、ブリテン島東岸のリンギスファーン修道院が襲撃された。このことは、アングロサクソン年代記に記されており、西ヨーロッパの記録に記された最初のバイキングの襲撃とみなされている。バイキングは、9世紀にフェロー諸島、ついで、 アイスランドを発見した。そしてアイスランドからグリーンランド、アメリカ大陸へ進出した。彼らはまたヨーロッパの沿岸や川を通って渡り歩く優れた商人であったことからグリーンランドを北端にして南はロシアの内陸河川を航行してイスタンブールに進出していった。バイキングは海岸線を伝い現在のフランスやオランダにあたる地をしばしば攻撃した。 テーエム人は834年にフランク王国を襲撃843年にはロワール川の河口に近い南東を襲った。10世紀に入るとパリがバイキングにより包囲されロワール川流域も荒廃した。10世紀はじめバイキングの一首領ローロガ西、フランクを襲撃しない見返りとしてシャルル三世によってキリスト教への回収と領土防衛を条件に フランス北西部のセーヌ川流域に領土を封じられた。これが、ノルマンディ公国の始まりである王の進化でもあった、ウィリアム一世が後に、イングランドに進行し、ノルマン朝を開いている。これが1066年のノルマンコンクエストである。バイキングの西欧への侵入は当初は、略奪目的が少なくなかったものの、旧世紀末以降は、 ロロの例に見られるごとく定住化の傾向が顕著になる。これは、バイキングの故郷である、デンマーク一帯に統一権力形成の動きが起こる、ことと連関があり、広告で志を得ない有力者が部下と共に移住する、ケースと見られる。デーンロー、黄色の部分アングロサクソンの資料においては、デンマークから来たバイキングは、デーン人と呼ばれ、バイキングの代名詞となった。また、ノルウェーのバイキングは、 ノース人と呼ばれる。この二国は主に西方に広がる、北海方面へと進出した。804年、フランク王国のカール大帝は、ザクセンを併合し、これにより、フランクとデンマークは国境を接することとなった。これに、危機感を抱いたデンマーク王ゴズフレズは、スラブ人の商業都市レリクを808年に滅ぼして、商人を自らの商業都市であるヘイゼビューへと移住させ、以後、 ヘイゼビューは、デンマークの商業中心となっていった。その後、810年には、フランク王国の北端となったフリースラントへと、侵攻している。時代のヘミングの第には一時和平が成立したものの、834年には、フリース人の商業中心であるドレスタットを襲撃し、以後フランク王国北岸への攻撃を強めていく。四十一年には、フランク王ロタール一世は、 デンマークの二人の主張、ロリクとハラルドにワルヘレン島やフリースラントなどを与え、怪獣を試みる。ロリクはこの時、ノルマン公国をドレスタ島を中心として建設し、数十年ほど国を維持する。しかし、デエン人ンの難心は収まらず、さらに、フランク王国自体が、大い争いにより3分割されるに及んで、バイキングの活動は、さらに活発になった。 840年代には、ロワール川、川口やなんと、ブルターニを襲い、850年代には、ジブラルタル海峡を回って、地中海にまで進出し、イタリア半島やローヌ川流域を襲撃している。863年には、ドレスタットを3度襲撃し、この襲撃をもってドレスタットは、完全に衰退する。セーヌ川川口に、大軍の集結地を作り、 そこから繰り返し来たフランス各地へと出撃した。851年にはイングランド本土へ進行して東部イングランドを蹂躙し、865年には再びイングランドに来襲してノーサンブリアからイーストアングリア一帯を占領し、さらにイングランド南部を伺った。これに対し、 ウェセックス王国のアルフレッド大王は877年にデエンジンを撃退し、翌878年のウェドモアの和議によって、イングランドは北東部と南西部に二分され、南西部をウェセックス王国が北東部をデエンジンの領域とすることが取り決められた。これ以後、150年にわたって、イングランドの歴史はアングロサクソン諸王国とバイキングの闘争に支配される。 1911年には、セーヌ川のノースマンは、主張、ロロの下に、恒久的に定住し、ノルマンディ公国を形成することになる。バイキングは、ノルマン人とも言われるが、ノルマン人が居住したことからノルマンディという地名が、生まれた。後世の歴史学的用語としてはともかく、東大においては、ノルマンディ公国以降のバイキングが、ノルマン人と呼ばれる。 ノルマンディ公国成立後も、デーン人の進出は続いた。11世紀のデンマーク王族カヌートは、父がバイキングを先祖とするデーン人で、母が西スラブのポーランド人の王族であるがイングランドとデンマークを結ぶ北海帝国の主となり、カヌート大王と呼ばれる。しかしその後、1035年にカヌートが死去するとすぐにこの帝国には、ほころびが生じ、1042年には、 エドワード・ザンゲオがイングランド王位につく。しかし彼の死後、ノルマンディ以降業務は1066年にアングロサクソン・イングランドを征服し、ノルマン王朝を築いた。一方、地中海中央部のイタリア半島南部においては、999年、頃より聖地巡礼の帰路に立ち寄った、ノルマン人たちが傭兵としてとどまり、ビサンツ帝国領や、 諸公領の入り混じっていた南イタリアで徐々に勢力を拡大していく。こうした中、ノルマンディの騎士ロベールギスカールは1059年、プッテア皇となり、やがて南イタリアを統一し、1071年には東ローマ帝国の拠点だったバーリを攻略。さらに1076年までに、当時イスラム勢力の支配下にあったシチリアを占領し、ノルマン朝を開いた。 1130年には、ルッチェーロ2世が、王位につき、シチリア王国が成立した。イタリアに渡った、ノルマン人のうち、ターラント・コーボエモンは、第1次十字軍に参加し、1098年に、アンティオキア王国を建国した。インゴールブル・アルナルソン・シンクベトリルの、アルシング・開催チランス・オーメドウのイエノース人はまた、独自に北方へと進出していた。 8世紀には、オークニー諸島やシェトランド諸島、9世紀には、フェロー諸島やヘブリディーズ諸島、東、アイルランドに進出した。ノース人のヨーロッパ航路は、オークニー諸島、シェトランド諸島から、アイルランド海峡を経て南下するものが主だった。9世紀半ば頃には、拠点として、アイルランド東岸に、ダブリンが建設された。フローキビリガルズソンらの航海によって、 アイスランドの存在が知られると、874年には、インゴールブル・アルナルソンがアイスランドへと入植し、レイキャビークに農場を開いた。彼はアイスランド最初の植民者であるとされる。これ以降、ノルウェーからの移住者が続々とアイスランドにやってきて、入植していった。これらの入植は、やがて、植民の書と呼ばれる書物にまとめられた。930年。 アイスランド各地のシングの代表がシンクベトリルへと集結し、全党議会、アルシングを開催し、以降毎回開催されるようになった。985年に赤毛のエイリークがグリーンランドを発見し、ここでも直ちに入植が始まった。その息子、レイフ・エリクソンは北、アメリカにまで航海し、そこをビンランドと命名した。1000年のことである。 この後もビンランドへは数度公開が試みられ、ソルフィン・カルルセフには再到達に成功している。1960年にはカナダのニューハンドランドにあるランスオーメドーでノース人の入植地跡が発見され、この到達が事実であることが確認された。これらの公開はグリーンランド人のサガおよび赤毛のエイリークのサガという二つのサガによって語り継がれ、この二つのサガを総称して、 ビンランドサガとも呼ばれる。しかし、このビンランド植民の試みは、スクレーディングと彼らの呼んだ先住民との対立によってついえ、ランスを目道も数年で放棄された。グリーンランドも数世紀植民地を維持したものの、寒冷化による食料事情の悪化によって1430年前後に壊滅し、グリーンランド異性の植民地活動は最終的には失敗に終わった。 なお、開拓者の消滅後も、デンマーク・ノルウェー王国は、グリーンランドを、自国の領有地であると考え続け、18世紀以降、この島に対するデンマークの領有権主張の始まりとなった。また、ノルウェー人も、20世紀初頭に、赤毛のエイリークの土地と呼んで、グリーンランドの領有権を主張していたが、現在、グリーンランドは、デンマークの自治領となっている。地図中の青線が、 バリアーグからギリシアへの道を示すスウェーデンのバイキングはしばしばスベア人と呼ばれる。北方ドイツやフィンランド、東スラブ地域へも進出した。東スラブの地へ、初期の進出は8世紀後半から9世紀半ばにかけてあったとされる都市国家軍のルーシカ外国の建国であった。彼らはフランク王国のサンベルタン年代記などでノース人、あるいは スウェーデン人であったと伝えられている。このルーシカ元国が最後発展してキエフルーシとなったのか、あるいは単にキエフルーシに吸収されたのかは不明である。また、リューリクがノブゴロド公国で新しい校長を立てたと言われているが、この論争はゲルマニストスラビスト間の対立として知られ、特にルーシュ年代期に見られるルーシュの童貞、さらにルーシュが 国家形成で果たした役割をどう評価するかが論点となっている。ただし、現代では反ノルマン説は根拠に乏しいとして否定されている。また、ノルマン人がルーシ国家の創設に深く関わっていたのは事実である。さらに、リガ湾やフィンランド湾に流れ込む河川を遡り、9世紀にはバルト海と国海を結ぶ陸上ルートを支配するようになった。彼らは、 東ローマ帝国のとコンスタンティノープルにまで姿を表している。このルートは直接イスラム世界へとつながるものであり、フランク王国経営ルートに代わりこのバルト海ルートが一時、スカンディナビアと東方世界とをつないでいた。伝説的な要素も含む現初年代記によれば、882年にはドニエプル川を南下し、 流クの息子イーゴリがオレグを貢献人にキエフ大公国を建国。彼らはバリアグと呼ばれる。またサガヤ・リンベルトによる聖人伝、聖アンスガールの生涯によると9世紀のスウェーデンのエリク王の時代にはエストニアとクールラントを支配していたが、それを失ったらしい。なお、スウェーデンバイキングにはフィンジンも参加していたとフィンランドでは主張されているが、 史実的な裏付けはない。詳細は EN バイキングレイズ・イン・ザ・ラインランドを参照この時期においてフリースラントといえば現在のブルッヘからユトランド半島西岸までの領域を指す。この領域はフリースラント・フランク戦争の影響で徐々にフランク人の勢力下に入りつつあったがフランク人らによるキリスト教系政策や文化的同化政策はうまく進んでいなかった。 それゆえにしばしばフリースラントの住民ら自身がバイキングとして周辺を荒らし回ることもあった。それと同時期にフリースラントの諸都市が北欧のバイキングに襲撃され始める。バイキングらはフリースラント北部の EN、ウィリーン地域に拠点を構えることが多かった。またバイキングの主張がフリジア港などと名乗りフリースラントを実質的に支配下に置くこともあった。 パリ包囲戦及びパリ包囲戦も参照シゲ源初年第一期によると、リューリックとその息子たちは東スラブの核部族に養成されて一体の統率者となり、860年から880年にかけてノブゴロド公国やキエフ大公国に新しい公庁を建てた。ただし、これは伝承的色彩の濃い資料に基づいており、 リューリクが果たして本当に実在したバイキングだったのかを含めて15世紀まで不確実性が残るがいずれにせよこの一帯に定住したバイキングは次第にスラブ人に同化して消滅していった。ルーシではスラブ人君主ながら親スカンディナビア政策を取ったキエフ大公ウラジーミル一世までがバリアーグ人時代であったと言える。リューリクは862年に ラドガを自分の徒と定めたが、バイキングたちにとってもラドガは、東方の拠点の一つでもあり、ラドガの周囲には流陸及びその後継者たちのものと、される領母も現存する。990年代にノルウェーバイキングのエイリーク、ハーコナルソンが、ラドガ港を襲い、ラドガの町に火をかけたことが佐賀に記されているほか、11世紀に、スウェーデン王女とノブゴロドコをやロズラフ一世が、 結婚した時の条件として、王女のいとこのスウェーデン貴族にラドガの支配を認じたことが年代記と佐賀に記されている。また、ラドガの発掘品からもラドガが次第にバリアークの街となっていったことが確認でき、少なくとも二人のスウェーデン王が青少年期をラドガで過ごしている。しかし12世紀以降、ラドガはノブゴロド公国の所有する。 公益のための死活的に重要な前哨地となり、さらに正教会の教会と要塞が建てられ、北欧との関係は薄れていった。ノルウェー人の築いた植民地はアイスランドの植民の成功を除き、すべて13世紀から16世紀までに北欧本国からの連絡が途絶えてしまったとされる。しかしその後もわずかながらの白いエスキモー、金髪のエスキモーに遭遇したという。 船乗りたちの話が北欧に伝えられたのである。しかしバイキングの活動は急速に失われつつあった。こうして初期のバイキングの自由、そして独立した精神は失われてしまったのである。海賊、公益民的な性格を失っていったバイキングは次第にノルマン人と呼ばれる頻度が多くなっていく。イングランド、ノルマンディ、ーシチリア、あるいは東方に向かった。 バイキングノルマン人たちは、その地に根付き、王となり、貴族となった。やがてノルマン人としてのアイデンティティを創出し、現地に同化していった。一方で、バイキングのこちたる北欧においても、徐々に強固な国家形成がなされていき、その住民たちも、デーン人、スベア人、ノース人、アイスランド人へと、それぞれの国家の国民、民族として分離していく。こうして、 13世紀までには、ほとんどのバイキングノルマン人は消滅していくことになる。考古学者による研究では、バイキングのうち、ノルウェー人の祖先は主に、アイルランド、アイスランド、グリーンランドへ、スウェーデン人の祖先は、バルト諸国へ、デンマーク人の祖先は、スコットランド、イングランドへ移住したとされる。常述の通り、角かぶと、毛皮のベストなどの、 史実と異なるバイキングのステレオタイプの風俗が採用されている作品が多い。日本語で記述された基本的な文献を出版年の新しい順に並べた。ありがとうございます。